ハワイにある丸亀製麺でうどん5杯に挑戦した米国人のビデオが話題になっていました。日本のうどんチェーン、丸亀製麺のホノルル店はオープンから5年以上経過した現在でも長蛇の列ができるほどの人気で丸亀のうどん目当てにハワイに旅行する米国人までいるそうです。ビデオはそんな丸亀の代表的なうどん5種に挑戦したもので。 海外のうどんファンからは絶賛の声が寄せられていました。調べたらホノルルに来たら丸亀製麺は絶対だって出てきたから。ここはセルフサービスで全て手作りされてる。常に行列がすごい。平日の10時30分という絶好のタイミングで来てみた。肉うどん魚と海藻でとったスープに肉がのってる。 この店で一番人気だ。なんて、風味のあるスープだ。具もないのに、すごく味がある。うどんの良し悪しは知らないけど、確かに、これは超美味しいよ。中国の火鍋に良い肉を入れてみた時みたいな肉だ。めっちゃ柔らかい。天ぷらもサクサクで美味しい。釜揚げうどん。この木の入れ物がいいね。香りがついてる。麺は、 コシがあって超ツルツルしてるかまぼこの天ぷらを入れてみようエビのほうがいいなサクサクしてないうどんに生姜とごまをつけてみるごまの風味が口に広がる生姜は思ったより強烈でもなかったザルうどんこれはスパイシーなめんつゆにしたよスパイシーなものは大好きだからバイアスがかかるカレーうどん 濃厚なカレーうどんをさらに濃厚にしてみる。卵ものせよう。スープが、他とは決定的に違う。卵と一緒に食べるとやばいなこれ。持ってきたときは、全部食べられるか不安になったけど、これはうますぎて止まらない。全部食べるくらい胸いってわかるでしょ。具沢くさんざるうどん。うどんを食べきる前に、ソーセージ天ぷらを食べてみよう。 赤い色をしてる。ホットドッグとスパムを合わせたみたい。スパムは好きだから最高だ。5杯食べきったよ。ニューヨークだとカレーうどんが13ドル超えることもある。ここはこれだけうまいうどんがたったの1杯5ドルだよ。これだけ食べて20ドル。3人分の量にはなる。俺は1人だけど。以下。 反応コメント。海外のナ,ナシさん。おう。うどんの専門店があるの俺には夢の店だ。海外のナ,ナシさん。値段がすごく安くてびっくりした。カツオだしのうどんが大好きだよ。美味しすぎる。海外のナ,ナシさん。このお店はすごく美味しかった。値段も安いしね。海外のナ,ナシさん。 ここは何度も行ったよ。うどんは大好きだった。すごく混むから時間をずらしていくのは賢いね。海外の七子さん。俺もうどんは大好物だよ。太くて腰があるのが好き。ホノルルに行くことがあれば、行く店は決まった。海外の七子さん。ホノルルに行った時に、宿泊したホテルが丸亀の向かいだった。混んでない時は、 ほぼ毎日行ってたよ。ザルうどんは暑い日に最高だね。海外の七師さん。このビデオを見るまで、こんなに大食いだとは知らなかった。俺は、普通サイズの肉うどんと、サイド少々で限界だよ。尊敬する W。妻と一緒にホノルルに行くたびに、真っ先に行くのがこの店なんだ。また、行きたくなってしまった W。 海外のナ,ナシさん。私は丸亀うどんを一杯も食べきることができないのに。海外のナ,ナシさん。すごくうどんが食べたくなってきた。ロンドンに美味しいお店があればいいのに。海外のナ,ナシさん。この店はマジで美味しかったよ。将来、また行きたいなぁ。海外のナ,ナシさん。素晴らしいビデオだった。うどん好きだけど、 この店には行ったことがない。今度ホノルルに行ったら絶対に行くよ。海外のナ,ナシさん。炭水化物ヘブンだね。海外のナ,ナシさん。ジムボのうどんを食べに行ったらいいよ。ここより美味しいよ。値段は少し高めで、悪い意味ではなく、クリーンな味をしてる。あっさりしてるのが逆に美味しい。海外のナ,ナシさん。 丸亀はうどんチェーンで、インドネシアにもあるよ。ここでは丸亀って呼ばれてるけど。海外の七子さん。注文してるものが丸亀と同じだから不思議だったんだよ。ちなみに、日本にもあるよ。木下優香のビデオを見てみて。海外の七子さん。日本の丸亀と全く同じみたいだね。値段は違うかもしれないけど。 海外の七子さん。ぶっかきうどんが見えた W。海外の七子さん。日本の伝統料理だよ。海外の七子さん。俺がハワイで一番の居酒屋に連れて行った。